おはようございます。始まりました。アマチュアチャンネルです。今回はですね、先ほど受けてきた、TIPSEBT ですねについて話そうかなと思います。受験された方はお疲れ様でした。そしてこれから受験をね、考えている人たちですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。では早速いきたいと思いますね。まずですね、リーディングセクションですね。まず最初が、語彙問題ですね。で、この語彙問題っていうのは解くときは、この文脈を使ったりとか、語と語の相性ですね。この語が何の語とよく使われるかっていうのを考えて解く問題です。難しい問題もありましたね。大体2級から準1級レベルって言われてるんですけど、1問目はかなり難しかったし、自分自身は。ただし同じ問題が1問目になってるとは限りませんので、問題の順番違っている可能性がありますね。受験者によって違います。で、フレーザルバーブですね。駆動詞の問題もありましたね。あと結構驚いたのは、1文だけで空欄があるものだけじゃなくて、2文があるっていうのは想像しましたが、3文のもありましたね。3文が出てるのは結構驚きでした。レベル的にはそういった感じで。続いて、大学で使う書類やポスターなどの読解。ね、この、E メールとか、の問題です。時間に余裕があるかなっていう印象でしたね。いわゆる、スキャニングって言って、必要な情報だけをこう拾い上げて解く問題なんですけど、このGTECっていうのが1問に対して1分ぐらいしか使えないんですね。この全体の概要をつかむスキミング問題と、細かいところをつかむ問題ですね、スキャニング問題があるんですけど、1問に対して1分しか取れないのに対して、こっちの TIP の方は、TIPCBT が2分ありますので、そこは余裕かなと思います。気をつけなきゃいけない。そうなんですよ。このさっきの語彙問題もそうなんですけど、時間制限来たらもう勝手に次の問題進んじゃいますから、戻れませんので、注意してください。リーディングも戻れません。続いてですね、大学で扱う書類やポスターなどの読解、長いやつですね。これも大したことないです。全然ちゃんと分かっていれば、ちょっとね、場面がやっぱり大学の、アメリカの大学の場面が分かってないと厳しいかなっていう問題もあったんですけど、そこまで難しくはなかったですね。続いて図表の読み取りですね。この方法、これがね、結構面白いかなと思いますね。図表があって、で、文章に空欄が空いてるんですよ。で、空欄が空いてて、その図表を、グラフでしたけど全部。グラフをきちんと描写してるのを、この選択肢の中から選ぶって問題なんですけど、何問かは、もう文章を読まなくて解けちゃいましたね。グラフだけ見て、そのグラフに合ってるものがそもそも1個しかないっていうので、2問ぐらいかな。それは解けましたけど、それ全部確認しました。で、あとは、2問は、グラフの内容と合ってるけど、文章の文脈上入るのがこれしかないとかっていう風に、できてましたね。なかなか面白い問題かなと思った。次、教科書文献の読解、長い英文ってやつなんですけど、これ順番通りに出てくるので、楽です。問題、しかも、一つのパラグラフに絶対答えが入ってるので、そのパラグラフ通りにやっていけば答えが出せるっていうことです。ただね、これね、ちょっと厄介なのは、その答え、こうやってスクロールしながらこう文章を読んでいくんですけど、答えを出したらもう文章がさっきまで見てたところじゃなくて最初に戻っちゃうんですよ。スクロールせっかくしてたのに最初に戻っちゃう。2段落目で答え出した、でクリックしたらもう1段落目にまた戻ってる、で次もう2段落終わってるから3段落目で答え出すんですけど、3段落目で答え出した、そしたらまたクリックしたら1段落目に戻ってるんで、4段落目で最後の答えを出すっていうですね、めんどくさい、スクロールする時間が問題もったいないですね。これトフルに比べて不便なとこですね。続いて、大学でのデータベースを想定した文献の検索と読解。これ、いわゆるスキャンニングと呼ばれるやつですけども、必要な情報だけを見つけるやつです。まず最初に題名が並んでます。設問があって、その設問を答える文章を探しに行くんですよ。まず文章を探すんですよ。で、題名が並んでて、で、題名をクリックすると、それの要約が出てきます、ね。で、その要約が出てきて、その要約を読んだ後にクリックすると、実際の文章が出てくるって感じです。あっという間に解きました。だからもう見て、説問見て、これに関するものねって思って、で、この題名見て、で、ようやく見て、やっぱりこれだって思って、文章見て、で、その中からさっと見つけて答えですね。もう何段落も書いてありますけど、一つの段落しか答えに関係なかったですから、だからそこだけ見て、パッてすぐに終わったんですけど、これ受験生にとっては、かなり大変だと思います。なんで大変かっていうと、今回出てた問題の、単語の意味が分かんないからですね。おそらく受験してた人の、早慶レベルの人だったら、でやったことある可能性が高いんですけど、一般の受験生には分かんない単語だったんで、手も足も出なかったと思いますね。で、トフルによく出てくるトピックでした。で、最後の問題が、分けるやつですね。A が出てきてて、その A をこの2つのグループに分けるってやつ。これ激ムズです。毎回毎回難しいですね。
今回も分かんないです。自分が合ってたのか合ってないのか、不明なまま終わってしまいました。はい。時間が限られているので、結構大変な問題ですね。最後だけめちゃくちゃレベルが高い。はい、続いてリスニングに行きますね。リスニングはね、多い問題数がなんでこんなに多いの？長い。まあ、だパッパッパッパ押して飛ばしていっちゃう。まあ、リーディングもリスニングもライティングも全部終わる前に、試験時間が終わる前に全部飛ばしていっちゃうので、ものすごく早く終わるんですけど、自分自身に。すごくめんどくさかったですね。最初からそうです。大学でも事務手続き、アナウンスの聞き取り。まあ、大体、プロフェッサーとかアシスタントが前で喋ってて、これやってくださいね、みたいなのを、喋ってます。で、その中、それで選んでいくやつですね。で、メモが取れます。メモはボールペン必要なんで、ボールペンを必ず持っていくようにしておいてください。足りないです、割とメモってったら。全然スペース足りなかったんですけど、裏表全部びっしりメモを書きましたね。で、長いバージョンがあるんですが、こっちがめんどいですね。1問付きのやつじゃなくて、3問付きのやつがあるんですけど、これ長いので気をつけてください。かなり大変です。忘れちゃうと思いますよ。メモ必須かなって思いましたね。まあ、何なんでしょうね。かなり細かいところまで聞いてくるので、厄介でした。で、それの、こう、手続きバージョンとか、こうしなさい、ああしなさいとか、こうしてくださいねっていうバージョンじゃなくて、次がレクチャーバージョンなんですよ。で、同じようにレクチャーバージョンも短いやつがドドドドドとあって、その後に長いのが出てきます。まあ、こっちはね、もうトフルで慣れてるので、非常に簡単でした。レクチャーの長いやつとかは、もう全然メモを見なくても全部答え出せましたね。メモの取り方とかも、きちんと学んでいかなきゃいけないと思います。はい。で、そして最後が、授業の聞き取りっていう中に映像が出てくるというか、なんか喋ってて、で、図が出てくるんですよ。こういう風に、こういうプロセスでやりますよ、みたいなんで。で、それを聞いて、1問しかないんですよ、答え。問題がね。で、それに関して、答えるっていう問題でしょう。まあ、簡単でしたけど、受験生にとっては地獄だと思います。これも同じです。単語がわかんないと思います。何言ってたのかさっぱりわかんない人が多かった。まあ、トフルです。簡単に言うと、トフルをちょっと簡単にした感じっていうのがこのリスニングです。だからレベルとしてはかなり高い。キープよりも高い。全然高いですね。はるかに高いし、GTEC よりも高いかな。リスニングは高い。英検2級よりもはるかに難しいっていう感じだったと思います。続いて、ライティングテストですね。ライティングの方は、まず最初にですね、メッセージを書くやつです。自分が、メッセージを書くってやつですね。誰かの、こうやって伝えたいです。さあ、どうしますかっていうので、自分のもう、お決まりのパターンですね。これを尋ねてくださいとか、頼んでくださいっていうのがあるので、もうお決まりのパターンと、で、自分で考えなきゃいけないところがあります。この2箇所があります。で、ただ何日とか何曜とか、っていうふうに自分で考えて答えを書かなきゃいけないですね。もうお決まりと自分で考えるっていうのがあると思ってください。で、次の二つ目の返信するっていうのも同じです。今回はテクストメッセージでしたね。いわゆるLINE のやつみたいなのがあって、そこに返信するっていう形だったんですけど、これももうお決まりのパターンっていうのが、もう決まってて、それにプラスして自分で考えた内容を言うっていう感じでしたね。なんで、この二つがあるっていうのをまず押さえておいてください。はい。で、まあ簡単ですよ。全然難しくないです。で、次が、大学での事務文書作成。大学での、まあ、メールを書きましたけど、なんかね、自分はこれできないんで、変えてくれませんかみたいなですね、のお願いをするんですよ。でも文書があって、どう変えたらいいかとかは、この情報に基づいて書くわけですね。なかなか面白かったかなですね。で、これも、もうお決まりのように、これ変えたいんですっていうのと、で、自分で考えてその理由とかね、言うっていうのがあるので、なんでこの自分で考える。だいぶ、なんかね、何文字だったか忘れちゃいましたけど、だいぶ多く書いちゃいましたね。かなり過ぎちゃいました。でも、いや、めんどくさいと思って、そのままにしました。はい。続いて、図表描写問題です。これグラフでしたね。で、グラフを描写するやつです。で、きちんと大きなポイントを3つを入れなさいって書いてあって、どの3つなんだろうなってちょっと思いましたけどね。まあ、とりあえず4つ入れて、まあ4つ入れときゃ、まあ一応カバーしてるだろうなと思って、やりました。まあ、これは IELTS とかできちんとやっぱね、図表の描写する練習はしといた方がいいです。これは TIP も同じですけど、TIPCBT の方が明らかにやっぱり図表をがっつり描写させますんで、これはきちんと学んでおくことをお勧めします。はい。そして、最後ですね、意見、要約と意見ですね。そう、文章を読んで、で、その後レクチャーが流れる。まあ、これトフルと似てるんですけど、文章の方と、レクチャーの方で違うこと言うんですよ。いい点と悪い点とかね、というのが出てきて、で、それぞれまとめます。要約します。で、トフルの場合はね、これとこれがもう、ポイントが連動してるので、
書きやすいんですけど、こっちポイント連動してなかったですね、全然ね。ただいい点とただ悪い点言ってるだけで。で、それぞれ、まあ自分はだからいい点のパラグラフと悪い点のパラグラフっていうのを書いて、で、自分の意見を書かなきゃいけないです。で、文字が、字数が、85が大体自分、そのまとめで、105が自分の意見で書きなさいって書いてあったんですけど、もう自分のその要約した時点で135ぐらい言ってて、やばいなこれと思って、もうそもそも時間もかなり経っちゃったし、相当要約のところでかかっちゃったなって思って、じゃあどうしようって思って、その要約に使ったやつを自分の意見に入れました。で、この要約に使ったものってもう本文を言い換えているので、だからもう自分の意見にそれを使っても全然問題ないはずなんですよ。これ他の、紙のティープでも同じことをやってるので、なんで、その要約の部分はだいぶ短くして、文章の要約はだいぶ短くして、そこに書いてあった細かい内容をこの自分の意見のところに入れました。こういう理由でっていうので入れました。それで、ちょうどそうですね、200ぐらいになったんで、205ぐらいになってで、良かったかなという感じです。はい、これ結構使えるやり方だと思いますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。ただし、まあ一般の受験生には相当大変辛いと思いますね。リスニングで言ってる内容も聞こえないですし、言い換えるとかっていうのも相当大変だと思いますので、苦労した人が多いと思います。はい、それでは最後スピーキングですね。まあうるさいです、やっぱりもう周り横で喋ってるんで、それが気になってしょうがないですね。あれやっぱりどのスピーキングテストもそうですけど、この CBT のやつ同じ時間に始めるようにしないとダメですね。わざわざ開始時間を同じにしても結局自分たちで入力して始めるのはバラバラですし、このディレクションも飛ばしていいからバラバラなんですよ。なんか音声チェックですって言ってリスニングのやつ全部聞いてる人もいれば、全然聞かないでもう次に行っちゃう人とかもいたんで、そうなんですよ、音声チェックでね、なんかリスニング流れて、しかもえらい難しいリスニング流れてましたけど、そこは音声の聞こえ度だからといってもうちょっと優しいの流せよと思いましたけど、でその後にマイクのチェックも、これもバラバラですからね、やってる時間でみんなハローハローっつってハローを言うんですけど、これもね、なんか説明がえらい長い。うん、こうやってできますよって言って、その後ハローって言ってくださいねって、でその後録音が流れるんです、録音の時間になるんですけど、その録音の時間になるまでにみんなハロー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 っつって、分かりづらいですね。もうちょっと考えなきゃダメです、あれ。でそれが終わっていよいよテスト始まるんですけど、その後ウォームアップがあるんですよ。これいらないんじゃないのって思うんですけど、なんか質問一つ流れるんですけど録音もされません。だからウォームアップなんでマイクの音量も出ませんし録音もしませんと、じゃあやる意味あるのって思うんですけどね、ちょっとよくわかりません。まあ英検のやり方を踏襲してるんだと思いますね。で、その後いよいよテストが始まります。で最初が3つのことについて答えるやつでしたね。質疑応答ってやつです。でまあパパッと喋っちゃえば終わっちゃうんですけど、できるだけ多く喋んなさいって言ってたんで、まあ無駄に長く話しましたね。どうだったんだろう。で続いて伝言描写問題です。なんか指示したりとか、この道案内したりとかそういうのやるんですけど、早く喋っちゃえば全然時間が余裕で余っちゃいますね。それに対してこっからですよ。パート3と4がもうですね、ドカンとレベルがあるんですよ。でパート3はこのですね、矛盾点指摘問題って言って、まず2つあるんですけど、情報は1つは記事で、もう1個は何かしら図表だったりするわけなんですが、それを見てそれが合ってないんですよ。情報がこっちが言ってることとこっちが言ってることが対立する、矛盾することを書いてあるんですね。でその矛盾点を言うんです、スピーキングで。でただ喋ってる間に記事も映らないしグラフも映んないんで、だから最初にメモって書いとかなきゃいけないので、めっちゃ大変です。なんでこれが消えるってことをちゃんと分かって受けることがとても大事。はい、で続いてパート4ですね。パート4はまず最初に読みますね。このね、表とかのなんか情報が与えられます。でそれに基づいてレクチャーが流れるんですよ。でそのレクチャーを要約するんですけど、これも厄介です。この表の何が出てくるのかレクチャー内で分かんないので、でその表に書いてあること全てが出てくるわけじゃなくて、その一部しか出てこないんですよ。でその一部がどこになるか分かんないから、どれをメモっていいのかも分かんないわけですよ。で話すときにその図表が出てくれればいいんですけど、これ出てこないんですよ。すごく大変ですよ。一体どこメモればいいのかも分かんないまま図表のメモを一生懸命書いて、でレクチャーで、あなんだこことこことここしか出てこなかったみたいになるわけですね。でそれを喋るんですけど、今度はだからこのパート3とパート4は時間が足らないですね。どこまで時間配分きちんと考えていいのか分かんない、ね。足らなかった、多分だから全部言い切れなかったと思いますね。だから多分満点は無理かな。
最後にドドドドドドドッと喋りました。でなんか2つのポイントがあるんですけど、1つのポイントにもうかなり長く喋っちゃって、で最後やばもう時間ない、あと十数秒でこれこっちのポイント全部喋んなきゃいけないっていうので、めちゃくちゃハイスピードド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 ッと一気に入れましたけど、多分最後収まりきってなかったなっていう印象です。はい、でそのパート4の2問目は、それに対して今度は意見を言うやつですね。だから A と B があったとしあるんですよ、そのレクチャーに関してですね。でどっちがいいか、 A と B のどちらがいいかっていうのを意見で言う問題ですね。ここもねアイデアが浮かばなかったら、ライティングと同じレクチャー内からですね取ってそれを言い換えてしまえばいいので、アイデアはそこまで考える必要はないかなって思いますけど、これは十分時間がありましたね、言えることができた。だからパート4の一つだけが、ダメだったなって感じですかね。いろいろありました。スピーキング試験ってやっぱり問題山積みですね。ここを解決していかないと、4技能試験が大学入試に導入されるっていうのはちょっときついかな。今度まとめますね、いろいろ動画で。ちょっと、問題たくさんあったなっていう印象でした。はい、ではではですね、これを参考にしてですね、ぜひ TPCBT 受ける方、ぜひ受けてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.